前3 4 0年頃のクラテール。髪型に眠っているレイソスを撃つ、ディオメデス、下方にレイソスの白馬を奪うオデュッセウスが描かれている。ベルリン、旧博物館所蔵、レイソスは、ギリシア神話の人物で、トラーキアの王である。長母院を省略してレソスとも表記される。エイオネウスの子で、重帝に、ヒッポコをンがいたとも、トラーキアの家臣。 ストリウム王オーオンとムーサイの一人へウテルペー、あるいはカリオペーの子、テルプシコラー、クレイオの子とも言われ、エウリーピデースの悲劇、レイソスでは、母親は単にムーサとされている。一説によると、レイソスは、トラーキアのヘブロス川下流域のアイニオス人の王と、され、家臣へ、ブロスが父であるとも言われる。またレイソスは、アルガントーネーを妻にしたと言われる。トロイア戦争の際、 レイソスはトラーキア勢を率いてトロイアの救援に向かったがトロイアに到着したその夜にディオメーデースによって撃たれた。エウリーピデースによるとレイソスの誕生は次の通りである。ムーサイがトラーキアの学人タミュリスと歌比べの競技をするためにパンガイオン山に向かっていた時女神の一人がストリーモン川を渡る際に川の神とちぎった。 この結果誕生したのがレイソスである。その後ムーサがレイソスをストリウモーンのところに連れてくるとストリウモーンはレイソスをニュムペーに育てさせた。さらにレイソスが長じるとトロイアの王子ヘクトールがパンガイオン山とパイオニアでトラーキア諸部族を打ちレイソスをトラーキアの王とした。レソスが育ったストリウモーン果半は古来より金の産地として知られ、 こうしてレイソスは、黄金の豊かな土地の王となった。レイソスの馬を奪うオデュッセウスとディオメデースに撃たれたトラーキア兵。前360年頃の統制のシテュラ。ナポリ国立考古学博物館所蔵トロイア戦争が起こると、ヘクトールは、莫大な贈り物と引き換えにレイソスの援軍を得ようと、したが、レイソスはトロイアの救援に向かうことができなかった。それは、 レイソスの死の運命を知っていた母がレイソスをトロイアに行かせまいとして引き止めたこととトラーキアがスキュティアから攻撃を受けて交戦状態だったことが原因である。しかしレイソスはスキュティアとの戦争に勝利すると大軍を率いてトロイアに向かいイーリアスの二日目の夜遅くに到着した。トロイアに現れたレイソスの武具や戦車は黄金をふんだんに用いた美しいもので また戦車を引く白馬も見事な馬であった。遅れて到着したレイソスは、他のトロイアと、その同盟軍の本陣とは、離れた場所に陣を張った。しかし、ギリシア軍の偵察に向かったドローンが、同じく、トロイア軍の偵察に向かったディオメーデースと、オデュッセウスに捕らえられ、トロイア軍の情報をすべて話してしまった。 このため本人と離れた場所にいたレイソスは、ディオメーデースとオドゥッセウスに狙われることになった。彼らがレイソスの陣に侵入した時、レイソスもトラーキア兵も旅の疲れで眠り込んでいた。そこで、ディオメーデースは十二人のトラーキア兵を殺した後に、眠っているレイソスを殺した。またオドゥッセウスは、レイソスの白馬を戦車に繋ぎ、弓を無知の代わりにして走らせ、ディオメーデースと共に帰還した。 我が子を殺されたムーサは起こるが、ペルセポネーにレイソスの魂を変換してもらった後、レイソスはトラーキアの洞窟に英雄神として隠れ住むことになるだろうと予言する。後世の伝承では、レイソスの白馬がスカマンドロス側の水を飲み、トロイアの牧草を食べるとトロイアは陥落しないと予言されたため、ディオメーデースとオデュッセウスはレイソスを殺したとされる。パルテニオスによれば、レソスは アルガントにニすスさんで狩りをして暮らす乙女、アルガント姉に恋をして、狩りの仲間にしてもらったが、やがてお互いに深く愛し合うようになり、アルガント姉を妻にすることができたという。トロイア戦争の時、レイソスはアルガント姉に引き止められたが、結局トロイアの救援に向かい、トローアス地方を流れる川のほとりで両名デーズに撃たれた。以降その川は、レイソスと呼ばれるようになった。 トラーキアのロドペイ産地では、レイソスの死後もそこに住み、馬を飼い、狩りをして暮らしており、山の獣たちは、レイソスの祭壇に自ら犠牲となるためにやってくると、言われた。またレイソスは、薬病から人々を守ったためロドペイ産には、多くの人が住んだ。なお、ポリアリーノスによれば、前437年に、アテーナイ人は、アンピポリスの建設に際し、新宅に従って、 トロイアからレイソスの遺骨を運び、ストリウムオン下半に葬ったという、ありがとうございます。